どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、JAL の、新型コロナウイルスに対する、特別、対応ですね、今回こちら、まとめてね、いきたいと思います。先日ね、ANA の方を出させていただいて、まあ、今回 JAL ということで、ANA とね、JAL とね、若干違いますんで、まあ、その点もね、間違えないように、していただけたらなと思います。まずね、JAL マイルと eJAL ポイントの有効期限延長についてということで、2020年2月から2020年9月末までに有効期限を迎える JAL マイルと eJAL ポイントの有効期限を1年間 eJAL ポイントに積算っていう風になります。これね、当初は2020年7月末までっていうことでしたんですけども、こちらね、2020年の9月末まで延長というふうになっているので、この点もね、覚えておいてください。で、こちらの対応を受けるにはですね、事前登録が必要なんですよね。この点、間違えないようにしてくださいね。で、こちらの概要、動画の、ね、概要欄に公式サイトを載せておきますので、そちらがね、応募するようにしてくださいね。で、こちらね、ANA との対応の違いとしてはですね、ANA は、まあ、マイルがそのまま延長されるわけなんですけども、JAL の場合はね、マイルがそのまま延長するわけではなくて、eJAL ポイントっていうね、ものに、1JAL マイルが 1.5eJAL ポイントに変更されて付与っていう風になりますんで、マイルがね、そのまま延長されるわけではないので、その点もね、注意していただけたらなと思います。ですので、特典航空券ね、利用していきたいっていう方はね、有効期限を迎える前に、JAL マイルで特典航空券ね、発券するしかないという風になりますんで、ちょっと先のね、予定が分かりそうなね、ところで、予約入れてみるのも手かもしれませんね。次に、フライオンポイント、2倍ということで、まあ、こちらはですね、2020年の2月の1日から2020年の7月31日までの、期間、対象路線が、JAL および JAL グループの運航便が対象というふうになりまして、コードシェアは対象外というふうになっておりまして、対象運賃が、フライトマイル、積算運賃が対象、対象者はですね、こちら一般会員を含める、全会員というふうになっております。で、こちらね、 ANA との違いは2020年の2月からということで、今年のね、1月がね、対象外なんですよね。ですんで、その点はね、覚えておいていただきたいのと、この JAL の FOP の特別措置はですね、初回搭乗ボーナスとかね、搭乗ボーナスっていうこの FOB の計算方法にあるんですけども、こちらはですね、2倍っていう風にならないので、ここもね、気をつけていただけたらなと思います。で、ちょっとね、ここに、関してね、まあ詳しく知りたいっていう方はね、別にルートのね、動画でこちらね、解説させていただいておりますので、まあ、そちらね、見ていただけたらなと思います。次に、ステータスの延長ですね。今現在ね、JAL のステータスを保有されている方は、丸々1年間延長というふうになっておりまして、2019年1月から12月末までに達成された方は2021年度、有効期限が2022年の、3月末まで、今のね、ステータスがそのまま延長というふうになりますんで、こちらね、ANA とね、同様の対応っていうふうになります。次にね、キャンセル手数料の、無料ということで、今現時点で、JAL はですね、国際線国内線ともに、5月31日までね、キャンセルが無料というふうになっておりますんで、まあ、そちらもね、覚えておいていただけたらなと思います。今現時点、こちらね、7月の28日に作成していただいているんですけども、今出ているね、情報で行くとですね、JAL の、特別対応の措置というのは、まあ、以上というふうになるんですけども、 ANA とね、違う点はですね、
今現時点で、JAL の方は、株主優待券っていうね、あるんですけども、そちらのね、対応っていうのは、発表されておりません。ですので、その点とね、各項目で言った ANA との、ね、違いも確実に押さえておくようにしてくださいね。これ間違えちゃうとね、もったいない部分でもありますんで、確実に、チェックしてね、置くようにしてください。概要欄にね、公式サイトも、載せておきますので、もうちょっとね、詳しく知りたいっていう方はですね、そちら参考にしていただけたらなと思います。いかがだったでしょうか。今回は、JAL の新型コロナウイルスに対するね、特別措置の、情報をね、まとめさせていただきましたけども、まあ昨日同様ね、私個人的にはですね、ステータス等々の延長ね、すごいとてもありがたい措置なんですけども、まあできるだけね、踏ん張っていただいて、コロナウイルスがね、収束した後にね、飛行機に乗っていきたいと思っておりますんで、まあ、それまでどうにかね、頑張っていただけたらって思っております。今回の動画はね、ちょっと短いんですけども、こんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立った方、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。